中日ドラゴンズの新外国人アキーノ選手がバッティングだけでなく走塁でも守備でも素晴らしいところを見せています。アキーノ選手は選球眼や野球への姿勢などもすでに評価されています。加えてアキーノ選手の致命的な弱点とまで言われた悪い癖が修正されつつあり、大当たり間違いなしというところを詳しく解説していきます。アキーノ選手はまずシートバッティングでいきなりしっかりと結果を残しています。4番ライトの候補として2023年はもう中日の完全に核となる選手として期待されています。鈴木博士投手の外角低めの直球をしっかりと捉えてセンター前ヒットを放つ、左の橋本投手の外から入ってくるスライダーをしっかりとセンター左にホームラン、アウトコース低めのスライダーをセンター左にホームランと素晴らしいところを見せています。変化球であったり外の直球というところもしっかりと捉えておりまして、シートバッティングの時点ではもうアキーノ選手当たりなんじゃないか、まあ、そんな声もファンから上がっていました。シートバッティング全体では空振り三振というところも2つ出てはいるんですけれども、総合的に見ていきなり実戦に入ってこれだけの結果が出ているというところは間違いなく評価できるポイントだと思います。そんなアキーノ選手、このシートバッティングでの好調もありまして12日練習試合韓国戦に出場しています。こちらの結果も掘り下げて見ていきましょう。アキーノ選手は12日韓国のサムスンライオンズとの練習試合でいきなり結果を残しています。12日2打席でフォアボール2つ、初の対外試合で落ち着いてボールを見極めるという姿が見られました。立浪監督も久しぶりの試合で変化球も見遅れていたというふうにコメントしています。初めての練習試合ということで、外国人選手ということでやっぱりアピールしたいという気持ちもありますし、打ちたいという気持ちもあるでしょうから、どんどん振っていくような姿勢が見られるかなと思ったんですけれども、しっかりと落ち着いてフォアボール選んでいますし、フォアールになったけれども捉えた打球は素晴らしい打球が飛んでいたと、こういったところも見られました。メジャー通算で成績見てみましても、打率が2割1分1厘に対して出塁率が2割8分5厘、2019年 3A では打率2割9分9厘に対して出塁率が3割5分6厘という成績になっています。三振は多いんですけれども、とにかく出塁能力の高い選手なんですね。こういったアメリカでの出塁能力の高さっていうところは日本でもそのまま見れるんじゃないかなというような期待が持てる結果が残っています。では走塁面でもしっかり活躍できるというところも見ていきましょう。アキーノ選手の12日のサムスンライオンズ戦での走塁面での活躍なんですけれども、村松選手のセカンドゴロの際に三塁ランナーであるアキーノ選手がホームに帰ってくると、本当に間一髪セーフというプレーがありました。スタンドからもベンチからも拍手が沸き起こるような素晴らしい判断ができていて、そしてホームへのスライディングとかもいいものが見られました。練習試合でも全力プレーが見れておりまして、走塁面でも貢献してくれそうです。そしてセンターフライでセカンドランナーでらアキーノ選手がサードにタッチアップするなんていう姿も見られました。メジャーでも年間に数個ではあるんですけれども、一番多い年で7個なんですけれども、盗塁を4年連続でしっかりと決めてきているんですね。加えてメジャーリーグでの守備範囲っていうところでの指標も高いですし、足も比較的使える選手であることは間違いないのかなというふうに思います。バリバリ盗塁をするという選手ではなさそうですけれども、ランナーとして塁に出たときに例えば二塁からしっかりとワンヒットでホームに帰ってくるとか、そういった無難な走塁っていうところは見れるのかなと思います。加えて守備面でもすでにエグさを見せつけると、こちら見ていきましょう。アキーノ選手の現時点での守備面での評価なんですけれども、大西コーチは練習でほとんどがストライク送球で指先の感覚がいい、今日みたいな実戦形式の練習で見せてくれたのは良かったし、そういう情報が出るだけでも抑止力になるはずということですね。やっぱりスローイング面、そして肩の強さっていうところはコーチもとても高く評価しています。そして練習を見た巨人のスコアラーの方は、映像で見ていった時の方がもっとすごかった、スピードもそうだし、まだまだ良くなるのではということですね。やっぱりまだ実戦に入って間もないですし、これからどんどんいい送球をしてくれる、もっと肩とかスローイングの方も良くなっていくんじゃないかという声ですね。守備範囲についてはまだ日本の今の状態では未知数ではあるんですけれども、肩の強さであったりスローイング面っていうのは間違いなさそうですね。過去に中日ドラゴンズにいたアレックス選手を思い出させるような強肩の外野手という選手でございます。では打撃の悪い癖が日本でしっかりと改善されていると、こちら見ていきましょう。アキーノ選手のバッティング面での悪い癖の修正というところを立浪監督はこのように語っています。
もう少しボールと距離が取れればなお良いというところで、ちょっと呼び込んで打つ感じというか、軸足に乗せてから打ちに行く形が今日は良かった。センターライトに打球が行くようになった。前は全部引っ張りだったので、というふうにコメントをしています。アキーノ選手は前にどうしても突っ込んでしまうことによって、ボールと自分との距離が取れずに、それが変化球の見極めっていうところにも悪影響が出てしまって、だからこそ三振が多くなるというふうに立浪監督であったり和田コーチは分析していたわけですね。そういったところを含めて和田コーチ、立浪監督とともに、このアキーノ選手はこの悪い癖っていうのを修正しておりまして、すでに良くなっていると。だからこそ変化球もしっかりと見極められたり、三振も減らしていける、こういったところが見えてきます。姿勢であったり対応力の高さっていうところが見えるアキーノ選手なので、今後の活躍に期待したいと思います。ではアキーノ選手、ダイソー守備固めが不要な超貴重な選手と、こちら見ていきましょう。アキーノ選手は今のところ守備も走塁もしっかりと合格点が出ています。走塁は練習試合でしっかりといい走塁見せていますし、スライディングも比較的うまいと。あとはまあ守備に関しましては肩強いですし、メジャーリーグでの守備仕様もかなり高いものがあります。ダイソーや守備固めでの交代っていうのが必要ない選手であれば、ベンチに入れる選手の幅っていうのも広がっていきます。守備走塁要員の選手よりも、例えば代打で使える選手とかも入れられるようになります。仮にシーズン序盤から中盤ぐらいまで、なかなかアキーノ選手打撃が思うような結果が出ないということになっても、守備であったり走塁でしっかりと貢献ができていれば、しばらくは6番から7番あたりで起用できるんじゃないかと思います。アキーノ選手を外すとなると、アルモンテ選手をレフトで起用するとか、大島選手をライトで起用するとかっていうことになりまして、守備力の全体的な低下っていうのは避けられませんので、それであればアキーノ選手を使い続けるっていう手もあるんじゃないかと。使い続ければ2桁ホームランぐらいは間違いなく出てくるのかなというパワーはあると思います。ではアキーノ選手へのファンの期待がものすごく大きいと、こちら見ていきましょう。アキーノ選手へのファンの期待なんですけれども、やっぱり思ったよりもボール球を見極められていると、ここがとても高く評価されています。アキーノ選手は三振が多すぎる、このあたりがすごく不安要素として考えられていたんですけれども、今のところは落ち着いてボールを見極めて、フォアボールもしっかり選べていると。そしてダイソーとか守備固めが不要でホームランを打ててライトを守れる、そういった外国人ということになれば、本当に最強の助っ人だなと。もちろんどれくらい守備とか走塁っていうのが日本で思ったような結果が出るかっていうところは分からない部分ではあるんですけれども、それぐらいの期待が持てる選手です。走塁練習試合でのスライディングであったり打球判断っていうところもいい部分が見えていますから、走塁面でも期待ができるのかなという声が上がっています。30本ホームランが打てるアレックス選手として期待ということで、やっぱり過去のアレックス選手と重なる部分があって、なおかつさらにホームランが打てるというところが期待されています。以上です。